はい、どうもこんばんは。3月11日月曜日、はい、夜22時22分、うん、22分押し、はい、大変失礼いたしました。でも2で割り切れるからね。うーん、22やったらね、これすごい。22時22分やったらね。まあでも皆さんは22分も押して気持ちが割り切れてないんじゃないですか。いいこと言えない。そんな感じでやっております。どんな感じなんだろうか。うたたねでございます。今夜もリトルワークスの制作で、はい、オルタナティブスペース湯気の運営をしておりますこの方、はい、私小西睦月と、そしてお友達山口慶斗でやらせていただいております。ミキサーは福岡そう、急にいつも紹介してないワイプから消えましたけれども、はい、この福岡そうさんがね、この22分間慌てて、あ、そうなんです、機材トラブルを受けまして22分を押してしまいました。大変申し訳ございません。はい、ありがとうございます。お待ちの方もたくさんいらっしゃったかも、大勢の方がお待ちいただいてたと思いますけども、うん、失礼いたしました、はい、ここからもう気持ちを切り替えてパッとやっていきますんで、はい、23時それ過ぎる頃までよろしくお願いいたします。いや、言うてる場合じゃないですよ。何でしょう、言ってる場合じゃない。あのね、もう最近全然映画を僕見れてないんですよ。 あの小西くんが。そうなんです。あら、残念。この私が、まあ言うて別に今年去年全然なんかね、去年も見れてなかったんで、ちょっとここ 1,2 年全然映画見れてないっていう感じなんですけど、はい、めちゃめちゃ今やってる映画の評判がすこぶるいいじゃない、うん。まあまあまあ、そうね、結構注目作目白押しでしょう。そう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 、もうね、あの周りの映画好きな人たちにあれ見たってめちゃくちゃ言われるのよね。はいはいはい、なんかこう結構ね、もう、見なきゃなっていう、邦画洋画問わず、そうなんですよ、話題作たくさん出てますから。だからそのよう言われるのは、はい、某は恐れてる、ね、あ、某は恐れてるね、うん、アリアスター監督 の、ね、あのミッドサマーでおなじみのね。そう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 、はい、これ見ましたよ私。恐れて見させていただきました。あとあれですね、哀れなるもの、あ、哀れなるとかね、エマストン賞、そうそうそう、ウィレム・デフォーとか、あとマーク・ラファロンですね、パーフェクト・デイズとかね、あ、パーフェクト役所広司のね、うん、あなたりをね、もうめちゃくちゃ、ね、話題になってます。そう言われるんですよ、うん、それこそね、ちょっと時差の関係であれですけど、アメリカではあのアカデミー賞もね、あ、そうね、そ、受賞式開催ちょうどね、ありましたから、ちょうどね、日本時間でいう、うん、お昼とかの時間帯ですかね、はい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 、日中太陽が出てる頃、いろいろ続々と何々賞、ね、トレンドとかにもね、主演男優賞とかね、いろいろ上演作品賞とか脚本賞とかいろいろ出てました。どんな作品が出てたかね、僕もあんまちゃんとチェックできてないんですけど、まあ、でもそれこそね、美術賞とか衣装、うん、衣装かな、コスチューム系の賞とかはそれこそあのさっき言った哀れなる者たちが撮ってました、はいはいはい、あ、そうなんだ、うん、いや、いいですね。日本の作品はなんかどれか撮ったりとかしてたんですか。日本の作品、それこそパーフェクトデイズはノミネートはされてたんじゃないかな、多分。そう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 、ね、あとあれですね、あの君たちはどう生きるか、あー、君時ね、君時そんなそんななんか少女漫画みたいな略しかない。君たちはどう生きるかも確か長編アニメーション賞的なやつ撮ってたような気がします。あ、そうなんだ、うん、すごいね、他のね、あの有名作品を抑えて、はい、あ、落下の解剖学とかね、はいはいはい、めちゃくちゃ面白そうだなって思ってたんですよ、ね、脚本賞確かね、取ってましたね、うん、アメリカンフィクション、うん、バービーとかね、オッペンハイマー、オッペンハイマー、いや本当にね、なんか噂に聞いてた作品たちがこう、うん、続々とっていう感じですからね。それで言うと、うん、我らが日本といえばもう一つ忘れてはならない作品、お、デビルマンですか。違いますよ。巷では有名ですけれども違います。邦画最大の失敗と、うん、失敗と言われている。違います、デビルマンじゃないです。ではなく、再評価ではなく、違います。ベーベーベン、お、ベーベーベン、え、ちょっと不器用なスタンドバイ、違う違う違う、だいぶ下手やな。だいぶ下手なスタンドバイ、違いますよ。なんやろ、じっとり目に来てるダース・ベイダー、違います。じっとり目に来てる、そもそものダース・ベイダーも割とじっとり目に来てる。確かに確かに、よりじっと目、そうね、そうじゃなくて、はい、ゴジラですよ。あ、なんか映像の、そう、
視覚効果賞VFX ですよ。VFX、はい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 、なんか撮ったみたいですね。そうです、 VFX 賞ゴジラマイナスワンが、はい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 、撮ったみたいです。いや、めでたいですね。アジア初、日本初。あ、なんかわかんないです。山崎隆監督ね。そうですよ。いや、もうすごいですね。VFX、監督だけじゃなくて VFX もやってますから。他に並んでるのもミッションインポッシブルとかガーディアンオブザギャラクシーとか、あー、CG とかね、そのあたりが入ってる中でゴジラマイナス 1.0 が撮ったっていうのすごいです。作品ですから。僕ね、これも見れてないんですよ。見てないんかい。そうなんです。見てよ、ゴジラぐらいは。いや、ゴジラはそのまあ元々そんな怪獣映画の、まあ、すごいファンの人とかもいるじゃない。もちろん熱狂的なファン。そうそう、それこそ、ね、日本だけじゃなくて海外にもたくさんいらっしゃるんですよ。 そこまでコアなファンじゃないっていうのもあって、うん、そんなになんか熱心に追ってなかったんだけど、なんかこう見た人たちの賛否両論、ね、そうそうそう、絶賛してる人とボロクソに言ってる人が本当に極端に分かれてたから、うん、まあなんかそういう意味ではいい作品なんだろうなとは思ってたんだけど、うん、そうそう、山口くん見たんですか？僕は見ましたよ、もう劇場でマイナスワン。納得？アカデミー山口、アカデミー山口賞を出せるぐらいの。まあ VFX は上げちゃう。あ、部門あるんだ、うん、VFX は上げちゃってもいいかなって。はいはいはい。まあ、ただね、そのまあ脚本とかで考えるとまあちょっとね、ちょっとまあ、そう、なんかヒューマンドラマのところでめちゃくちゃ批判が多かった印象があるけどね。僕的にはちょっとなんかそのシナリオがうまく進みすぎじゃないかとか、あ、ちょっとご都合主義的な、そうそう、ところもあったりとかね、はいはい、そうはならんだろうみたいなところもあるかと思ったらなるんかい、もうめちゃくちゃ展開読めちゃうみたいなところもあったり。あ、なるほどね。僕そのシン・ゴジラは見てるんですけど、 あれはそう、やっぱめちゃ面白かったなと思ってて、 あれなんかね、特にそのどちらかというとそのシナリオの部分が強く評価されたり、ね、ね、僕はちなみにね、あのシン・ゴジラ見てません。あ、珍しい人、珍しいパターン、珍しい人、珍しいパターン、同世代でポケモンやってない人ぐらい珍しい。いろいろね、ゴジラといえば有名作品ありますよ。いや、そうね、モスラ系とかね、モスラのやつとか、あとビオランテとかね、うん、バーサス系のやつも、ね、そう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 、いっぱいありますからね。それこそハリウッドでもね、ハリウッド版ね、渡辺謙さんとか出てるゴジラバーサス何々系もいっぱいありますけど、その辺も見てません。あ、見てない。マイナスワン見ましたけれども、シン・ゴジラもそっち系も見てません。あ、じゃあゴジラ系で初めてな、今回あの見るの初めてってこと。いや、違います。さすがに初っ端なマイナスワンはいかんでしょ。まあまあまあ、そうそうそう。なんで、あの、僕あの初作あの白黒の、白黒の、そうそうそう、めっちゃ特撮やった頃、そう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 、もう着ぐるみ丸出しの頃のあのゴジラ、はいはいはい、ゴジラのあの一番最初のオリジンのゴジラは見させていただきました。オリジンゴジラだけ見てるの。そう、ゴジラ1、ゴジラ1、うんうん、1作目ゴジラ1とマイナス1だけ見てるの。だから今僕、ゴジラプラマイゼロ全く見てない状態やから今。ええのよ、そゴジラプラマイゼロです今。ゴジラプラマイゼロの人また確か珍しいけどね。そうそう、1作目とマイナス1しか見てないから、うん、だいたい何作か見てのマイナス1だからね。シンゴジラとかね、そうそう、いろいろプラスアルファあってやけど、僕はもうぴったりプラマイゼロ、ぴったりマゼロだった。ゴジラ全く知らない、ゴジラ全く知らない状態ですよ。じゃあ見てない人、じゃあ僕の方がなんなら知ってるぐらい。そうそうそう、ごめん、なんかそんな偉そうなこと言って。VFX がとかどういうもので言って、そうか、マイナスワンってタイトルになるとこういう現象も起きるんや。そうなのよ、ちょっとだから今後ね、映画のタイトルつけようと思ってる人ね、ちょっとあんまりそういうのを、そういう人もいるんだぞっていうことを考慮してちょっとタイトルつけて、うん、律儀にそんなカウントの仕方する人もそんないないと思うけどね。僕みたいな人を生みかねないから。あ、見れてない状態になってもたっていうね。そう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 。もったいないね、うん、逆に次 0.、 あのマイナス 2.0 とかが出たら、ああ、もう知らない側に、そうそうそう、知らないどころか知りたくない側、そう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 、そのマイナスに行くとどういう状態になるかも分からへんけど、そうそう、見てもないのに嫌ってるやつとかになるから、ね、はいはいはい、はい、そうそうそう。まあでも作品を批判してる人たちってのは割とそういう人も多いのかもしれない。確かにね、ちゃんと真のところまで見えてるのか。うん、というわけで今回はこんな感じで。違う違う違う、終わらないわよ。ライムスター山丸の、山丸ラジオレビューの番組です。歌丸なるんで、はい、ありがとうございました。さて、気を取り直して、はい、番組に戻りましょう。そろそろ参りましょう、はい、小西山口の歌だね。
はい、いや、ありがとうございます。機材トラブルで放送が遅れてるのに何もくだらない話をだらだらしてるんだと。僕ら配信始まる前にもう無駄なところはしょっていこうっていう話をしてましたからね。押してるからね、二十何分も押して。こっからは大はしょり、うん、うん、大巻き、大巻き、うん、マイナス10分ぐらいは、あ、もういいのよゴジラの下りは引っ張ると引っ張るほどどんどん出てきちゃうから行きましょう、ね、もう、うん、はしょってはしょって、はい、大事なところをギュッと凝縮してね、はい、やっていきたい、濃縮していきましょう。今日のテーマ、はい、お願いします。私タイトルコール、僕でしたね。あ、なんです失礼しました。しっとり音楽を聴く時間になってしまいました。中口氏の場合、マイク下げてましたね今ね自分側のところね。もう一回いきましょう。もう一回いきましょうか。曲終わっちゃうんじゃないかってタイトル、はい、コールお願いします。タイトルコールしましょう。中口氏の番決まりました。さあ、はい、中口氏の場合ということですけど、というわけで今回はですね、はい、中口寛太くん、うん、版画家、漫画家、音楽家などのさまざまな顔をね、持ち活動を続けてきた中口寛太くんの個展が、はい、今週3月13日、はい、水曜日から17日の週末日曜日にかけて、湯気で個展をさせていただくということでしてね、これを祝し今回は中口くんのね話をとことんしていこうじゃないかと、テーマ中口氏の場合というテーマで配信を行わせていただきます、はい。まあ、中口寛太くんといったらね、この番組は本当に最初の方とかからね、お世話になってますよ、お方になる前、聞いてくれてる方、うん、もうご存知だと思います。音声配信湯気時代、はい。まあ、もちろん番組グッズのね、制作などで、最近聞いた人もご存知かもしれませんが、ゲストにね昔来てくれてたんですね。そうなんですよ、うん、音声配信湯気時代、うん、タイトルが変わる前の、うん、でそこで来てもらって、こうその時たくみさんの家でやってたのかな、確か。そうなんです。あなたは東京にいた時期だからピンとこないかもしれない、絵が浮かばないかもしれませんけど、全然ピンとこなかったです。2020年ぐらいですね、うんうんうん、だからめちゃくちゃ久しぶりでございます。久しぶり、3年半ぶり。そうなんです。まあね、僕もね、その中口くん、まあ、作家として、うん、まあ、彼の音楽のファンとしてもこう関わりがあるわけですけども、はい、シンプルにね、やっぱ音楽こう仲間的な、うん、同じ音楽好き仲間としてこう交流もねしてきていたので、やっぱりね、そんな中口くんが今回ね、今年度で京都を離れてしまう。あら、悲しい。そうなんです。せっかく3年半ぶりに出てくれるっつってんのにもう去ってしまうんですか。そうなんです。番組を始めましたと言って呼んで、その次は、京都を去りますというタイミングで焦るように呼んでおります。なるほどね。そうなんです。まあ、でもこのタイミングで呼んどかないと、もう、うん、ちょっとね、もう次また出てくれるとか、なんか関わってくれるときまた3年半4年越しとかになるからそうね、次は3年半後になると思うから、またオリンピックぐらいの頻度で来ることになっちゃうから ね、もうここで呼んどかないと。そうなんです。もう次いつか分かんないですから。そうです。まあ、そんな僕もちょっと中口くんね、前回も来て喋ったりとかしてましたけど、はい、まあ、この3年間ね、番組のグッズをね、うん、作ってくれたりとか、いろいろ関わったりとか、まあ、山口くんも京都を帰ってきてね、ちょこちょこ会ったりなんだりしてるわけじゃないですか。そうですよ、なんかね、みんなで鍋つついたりもしました。ちょっと僕ら、中口くんのことを、うん、ちょっとちゃんと分かってるのかなって
っていうのを、僕らなりにもちょっと考えていきたい。確かにね、知った気になってるんじゃないか、うん、そして知れてないならば知りたいと。あ、確かに。そうやって人と人は結ばれてきたんじゃないのかと、ね、うん、その通りですよ。それが文明なんじゃないかと。そこまでいくいう話をぜひともしたいということで、なるほど、今回、この企画に合わせて特別コーナーを用意させていただきました。はい、それでは参りましょう。お願いします。中口への10の質問。今回はねバッチリコーナーのコールが決まりました、ね、はい、はい、というわけでですね、中口さん、カンタさんに事前に僕たちから、はい、10の質問を投げかけておりまして、はい、その回答をなんと音声でいただいております。ああ、ありがたい。それを今から私たちが聞いていって、いろいろ中口氏がどういう、うん、どういうこう趣味思考、はいはい、いろいろ、どういう心を志してやってるのかみたいな話も、なるほど、本当にね、あのカルチャーも好きなカルチャーとかそういうところから、なんだろう、こう人生観的なところまで、うん、いろいろ幅の利いた質問を投げかけておりますので、ちょっと質問をね早速一個ずつ、そうですね、聞いていきたい。まだ僕はね、やっぱ山口くんに比べたら中口くんとの付き合いが長いわけじゃない、はいはいはい、僕の方が。そうですよ。僕は全部当てます。お10個の質問全部当てる全部ドンピシャ。結構難しいよ。大丈夫、音声で書いてくれてるわけですよ。そうですよ。もうだからズルできないですからね。そうですね。そうそうそう、もうドンピシャで当てます。はい、じゃあこっちでちょっとね、どういう質問投げかけたのか、こう、はい、一覧がね今私たち手元にあるんで、はいはいはい、ちょっとまあ2人でどの質問聞いてみるか選んでみますか。ああ、そうですね。まあ10個あるわけですけども、本当パッとじゃあこう読み上げると、それこそね、さっき映画の話ありましたが、好きな映画はとか、嬉しかったこと、はいはいはい、あと最近一番した大きな買い物はとか、うん、あと京都に関連する話でね、一番落ち着くお店はとか、家探した時に欠かせない条件はとか、はいはいはい、はい、いろいろ質問投げかけております。まあでもやっぱり質問1個目、当てやすいやつね。京都に来て一番最初に、ああ京都に来たんだなと強く実感したのはどんな時。あ、いい質問ですねこれは。いやー、これはね、やっぱ中口くん、うん、まあ和歌山からね、そうです、京都に来てくれたわけですけども、うん、やっぱ結構遠いですからね。そうそう、和歌山から考えたら京都は一番京都感あふれる場所、うん、僕はね実感した時、やっぱデルタに来た時。やっぱね、それこそこう出町柳の学生のこう時代ならではっていうのもありますし、うん、そうそうそう、うん、ちょっと100万遍も迷ったんですけど、あ、ね、あのまあでもやっぱり森見富彦作品だとか、うん、ああいったものとかでこう京都の大学生の生活みたいなイメージで、もうよく写真とか映画とかでもね見る場所でもあるから、僕はねデルタじゃないかなと思いますね、うん、それこそね、中口くんのあのツイッターか SNS かに何かのこう上げてらっしゃる、はいはい、この作品というか、あ、デルタをね書いてる作品もありましたね。飛び石の渡ってる絵とかもね。そうです、レコードのやつに書いてました。これはだからきっとね、うん、当たってるんじゃないでしょうか。あ、じゃあちょっとその京都に来て一番最初に、あ、京都だなと感じた、強く感じたのはどんな時の質問、うん、ちょっと聞いてみましょうか。お願いします。京都大学の吉田寮を初めて訪ねた時です。大学に入学してまだ 1,2 週間後の時に、台風クラブが出演するイベントが吉田寮であったので見に行ったのですが、それまでの自分の人生で全く触れてこなかった異質な空間で、あ、これが京都カルチャーかと衝撃を受けました。おっしゃる通りです。中口くんのおっしゃる通り、まあニアピンでしたね。どこがですか？100万遍までは近づいていたんですが、まあ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 、もう若干100万遍だと正解だみたいな体で今喋ってますけど、100万遍でもギリアウトですか、ね、もう数歩踏み込まないといけない位置だったね。そう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 、吉田寮だったら、うん、確かに。むしろ100万遍から出町柳までちょっと離れてしまってるくらいまである。でもそっか、吉田寮ね、ライブ出たりとかもしてましたもんね。そうですよ。そうですよね。それこそね、音楽とかも関わり吉田寮強いでしょうから。
確かにそうだな。ちょっと全然チューニング合ってないんじゃない？待ってください、これまだ1問目ですよ。なるほど、これから合ってくんだと。エンジン温まってきてからが本番じゃないですか。なるほど、だからこの1音聞かないとやっぱり音は調整できないですね。そう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 、無音のところからチューニングはできないですから。今あーいただきました、ありがとうございます。なるほど、はい、松高子もね、こっからもうね、もうバチバチに、そうですよ、正解になっていくんじゃないか。これ対戦失礼していたします。はい、じゃあちょっと次、ちょっと京都関連のやつから外してみますか。はいはいはい、はい、ちょっとこう、じゃあ次山口くん選んでもらっていいですか。いわゆるもう中口くんのことをまだそこまで全然知らないよっていう方でも、うん、こう分かりやすいような質問。じゃあやっぱさっきね、アカデミー賞の話したんで、はい、はいはいはい、好きな映画行ってみますか。好きな映画ね、うん、これもとっつきやすいです。これね、僕ね聞いてんだよな。お、聞いたことがあるらしい。いやでも今この回答をもらったタイミングではもう別の作品になってるかもしれないんだけ ど、過去に言ってた、あのね、でもすげえニッチな作品を上げてたんだよな、昔喋った時。なんかね、自主制作映画で、ほう、なんだっけな、なんかね、なんかね、変な名前のやつなんだよ。名前のやつ、もうグズグズの出来なんだけど、なんか好きだって言ってたね。グズグズのなんとか鈴木なんとかだとか、なんかね名字が入ってた気がする。なんとかの鈴木とかとか、なんとかクソったれみたいな、なんかそんな感じのねニュアンスのやつ。はい、そんな感じのニュアンスのやつ。さあ回答出ました、小西君の、そんな感じのニュアンスのやつ、はい、しし、鈴木クソったれ的な情報が今出てきました、ね、的なタイトルのなんか自主制作映画って言ってた気がする。ちなみに山口君は、まあそりゃね、いろいろこう京都カルチャーともやっぱりいろいろこう親和性の高い中口くんですから、もうこれはもう僕バチッと当てますよ。中口くんが好きな映画はハイスクールミュージカルザ・ムービーです。ほんまかな、ほんまかな、ね、めちゃめちゃフォーク顔よ。ハイスクールミュージカルザ・ムービー、ミュージカル顔ではないよ中口くんは。しかも2。いや、そのええのよ、こっちが拾いきれなかったところ、ここもボケしろでしたみたいなの。しかも2ね、1じゃなくて2ね、うん、2の方が好きみたいな、別にいいのよ、そのホームアローみたいな楽しみ方は。これはきっと当たってるでしょう。そんなにないよハイスクールミュージカルで、やっぱ2がいいねんなみたいな。申し訳ないけど、そういうトイストーリーとかバックトゥーザフューチャーみたいな受け方してないよ、あれ。小西くんには申し訳ないけど、これは当てたと思います。じゃあちょっと好きな映画中越くんの聞いてみますか。はい、お願いします。余命1日の野口という映画です。京大出身の本日休演という僕の好きなバンドが楽曲提供と主演を務めた自主制作映画で、いわゆる森見智彦的な解釈で作曲を聴い取った作品です。 YouTube で無料公開されているのを高校3年生の時に見て、ああこれが京都の学生生活か、住みてえな京都と思って、それで京都への進学を決意しました。なんか素手に肉食ってそうそれぐらいの勢いがありましたけど、ね、いやでも言わんとしてることはまあまあまあそう ね、記憶にはちゃんと残ってたってことですから。そうですそうです、当てきれなかったけど、まあ、まあ野口でしたね、鈴木じゃなくていいライン言ってましたね。クソったれはどこから出てきたのかちょっと僕もちょっとよくわかんないですけど、まあでもね、僕もね、中口が高校生の時に見たっていう点ではハイスクールですけどハイスクール部分でかすってはいる、ハイスクール部分でいけたんかな。そうん、ちょっとまだそうね、当てきれてはドンピシャで当てきれてはないです、うん、でも僕さっきよりかは近づいてきてるよね、うん、だいぶ確実にね、うん、もうそろそろね、バチッと当てれるんじゃないですか。はいはいはい、じゃあ次小西君なんか質問を選んでください。いや僕はねちょっとまあ一定に行きたいけど、うん、このにじり寄り方もうちょっと後に当てたいかちょっとまだ泳ぎたい。そうそうそう、近くに行けそうなやつをちょっと選びます。なるほど、うん、
人生において再生回数現状1位の音楽は何、自分の中で一番ヘビーローテーションしてる曲は何だと、はい、これはねちょっと当てたいですね、これねむずいのがやっぱ現状1位なんですよ。そうね、よく聞いてたのはとか言うんじゃなくて、やっぱ結構ね短期間でガーッとこういうの増えたりしますからね。確かに僕もそういうタイプですわ。なんでねやっぱり累計とかいうよりかは意外とね、現状1位みたいなのがね、やっぱ中口くん京都に来て、うん、やっぱりまあこうバンド活動もして、そうですよ、もう憧れ、うん、そして訪れ、共演をして、お、雑誌でも対談記事ね、はい、載ってました、うん、やっぱ台風クラブなんじゃないかなっていうのは思いますね。やっぱりね京都もいろいろゆかりの曲、バンドいらっしゃいますけれども、やっぱ京都ねこうまで引っ張ってくれたみたいなところはあるんじゃないかなっていう、はい、やっぱ京都に来てで京都離れるってなって、その頃を思い出してまたさらにこの時期めちゃくちゃ聞き直すみたいな、そういうのもあるんじゃないかなっていうね。よりね、うん、山口くんは現状1位ですから、やっぱ We are all in this together We are all in this together ですね。ほんまかな。 We are all in this together、 何の曲か知ってる？僕全然ピント来てないですけど、あのハイスクールミュージカル、いや合ってなかったやん、そのウィアオールインディスティックやと2連覇を狙う時のやつやから、ハイスクールミュージカルが当たってた時に狙いに行ける穴なのよそこは。ワンね、ごめん、ちなみにちなみにワンの曲、違う2好きやけど曲はやっぱりワンのやつをずっと聞いてんねんな、代名詞的になってるからね、やっぱ、なんだかんだなんだかんだ累計で聞いてんのはそっちの方が上かなじゃないのよ、そもそもハイスクールミュージカル2が当たってないから、2合ってた時の逆張りの1の曲やから、その攻め方は放題はみんなスターねそのピンとこうへんし、これでいきたいと思います。それやったら分かるわともなんないし、これはさすがに当たってるでしょ、そっちのタイトルさっきは外れましたけど、ないですよ、ちょっと回答お願いします。めちゃくちゃフォーク顔やから決められませんでした。強いて言えばハッピーエンドか台風クラブの曲だと思います。あ、よかったよかった。あ、なるほど。いやこれはまあ半分あたりくらいの感じじゃないですか。そうですね、まあプラスやっぱこうちょっと決めきれなかった、ね、決めきれないっていうね、ちょっとまあ優しさの垣間見る、まあだからもしかしたらハイスクールミュージカル曲もそうです、候補には一応かもしれない、候補には一応あったかもしれない、強いて言った時にちょっと削り落とされただけで、だからまあ僕もまあ 0.2 点ぐらいの0.2 も締めてんのかなポイント的には入ってるかもしれない。いやでも僕本当に着実に近づいてきてます。近づいてるめちゃくちゃ綺麗にね当てはまっていってますよ、ね、いやちょっとバチッと決めたいけど、まあ、次はちょっと山口くんにね、質問選んでもらいましょうか。じゃあちょっとね小西くんが今こう正解にねドンピシャに近づいていってるっていうのを考えて、はい、答えにくそうな、ああなるほど、質問で、自分自身のクレイジーな一面はという質問、はいはいはい、これなかなか難しいんじゃないですか、当てるのは。これね、自分で自分のクレイジーなところを自分で喋らせるっていうところのハードルの高さをあんまり理解してない匠さんらしい出題ですよね。これ。匠さん聞いてる？本当にね。聞いてる？自称した瞬間に意味が死ぬ言葉ってたくさんありますからね。それをやらせないでくれよ。この質問を投げかけてることが一番クレイジーかもしれない。まあでもね、どうなんだろう、これはなかなか質問としてはね、これあのドンピシャで当てにくいんじゃないですか。そうね、いろんな自意識とかも働くと思う質問であると思うんだけど、たとえこうね思いつく何か ああいうのが自分にとってクレイジーかもなって思いつくのがあったとしても、いざ回答としてそれを出すかと言われたらまた別ですからね。いやそう、まあ、でも中口くんは、まあ、ぼちぼちお酒で失敗はするタイプですよ、だからその普段の自分だったらしないはずなのにみたいな失敗をお酒の席で、なるほどね、してる気がするんですよ、うん、ライブ後の打ち上げとか、はいはい、それは機会も多いでしょう、集まってね、こう飲んでる時とかに、
だからおそらく、うん、こう泥酔した時のもうちょっと絞りたいな、うん、泥酔した時のえー店員への態度クレイジー。いやでもそれは嫌やな、そんな中口くん見たくないな。確かに泥酔してる時の、そうやな、うーん、酔ってる時のライブの MC、うん、ああなるほどね、とかやっぱまあこう、うん、テンション上がって、そうそう酔ってるし、そのステージでちょっとこう、うん、ハイになってるところもあって、はいはいはい、こう普段じゃ言わなさそうなこととか言わなくていいことをステージで、うん、MC でバッチリ気が乗ってきて言っちゃうみたいなのを後悔してる彼の姿がすごい目に浮かぶ。おお、これはいい予想ですね。こんな線じゃないですか。うん、うん、山口くんは。で僕もちょっと小西くんの情報ちょっとまあパクってお酒で、はいはいはい、うん、お酒でやっぱこう泥酔して気がついたら、うん、右足だけ、うん、ズボンがこう膝から下なくなってる半分半ズボンになってる半ズボン、いつもやってまうんや。そう、長ズボン履いてたはずなのに右足だけ半ズボン状態になってる、うん、半ズボン。これでいきたいと思います。まあフォーク感はちょっと出てきちゃうからさっきまでの回答に比べたらね、泥酔半ズボンで、うん、聞いたことない現象やけどね。これでいきたいと思います。クレイジーな一面ね、行ってみましょう。はい、完璧主義なところです。漫画、音楽、デザイン、全てにおいてもう生活を破綻させてまでいいものを作ろうとしてしまうところ、手が全く抜けないところ、自分でも狂ってるなと思ってます。生きづらいです。すごい、まっすぐな綺麗な回答ですね。本当にこの質問に対しても100点の答え。これは展示見に来ないとダメですね。そのもうこんなん聞いたらね、ストイックさを通り越してもクレイジーだと。なんかこう酒にかまけて失敗してるんじゃないかと話していた自分が恥ずかしいです。申し訳ない。なるほどね。いやこれでまたちょっとチューニングされましたよ。なるほどなるほど、ね、そう、こういう生真面目さもあるんですからね、うん、そうですね、うん、いや素晴らしい回答でした。いやじゃあ一番落ち着く京都のお店は、うん、これはもうね、ね、もう皆さんも聞きたいでしょう。いやでもこれはね、中口くんがまあ嵐山で生活を送ってたのもあって、はいはい、なんかねそれこそ100万部付近の喫茶店とかが、うん、まあぽいラインな気はするんだけど、はいはいはい、もうちょっと普段から行きやすい場所とかの方がなんだかんだ落ち着くみたいなところはあるんじゃないかなと思ってて、はいはいはい、逆に米田コーヒー、うん、一周回ってね。いや待って、でも嵐山の方にないか米田。あ、米田の分布にもよるか。うん、そうね、名古屋市内の数だったら確実にあるんだけどね。コンビニと同じぐらいあるからね。京都は米田そんなないからな、 4,5 店舗ぐらいしかないから、嵐山の方で、いやどうだろうな、どこまで絞っていくか。いやでもこれは難しいけど、はい、もう決めきっちゃおう。だいぶチューニング合ってきてるから小西くん、自信持って。いや逆に、まあもう100万遍の方に来た時にいつも行くよみたいな感じで言っててほしい、はい、うん、深夜喫茶新新新新新新ね、はい、深夜喫茶新新新ありますよ。それこそハッピーエンドとかね、まあ、さっき挙げてましたから、うん、ずっとハッピーエンド関連の曲も流れている、はいはいはい、あそこに100万遍方面行った時とかね、夜とかね、ところですよ。
行ったりしてるんじゃないかしら。行ったりしてるんじゃないかしら。どうかしら。天下一品の3号店の近くあたりですね。そうか、ありましたね、あの、ありますね。うん。それで行くと。はい。これで行かせていただきます。しんしんしん。はい。じゃあ僕はね、まあだからそれこそね、まあ落ち着くっつっても、ただ静かなところが落ち着くっていうとは限りませんから。お。意外とその雑多な、いろんな人のこう話とか、うん、環境音とか、あ、そういうのもね、いろいろこういい自分にとっていいノイズがあるところこそ落ち着くみたいな、そうね、場合もありますからね。そういうこう静かな場所に行っちゃうと逆に緊張したりみたいなのありますからね。そう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 、図書館もね、うん、逆に落ち着くかって言われたらまたそれ別の話ですから。まあ確かに。そうそうそう、っていうのも考えて、まあ、いろんな人の喋り声だったり、いろんなこう音だったり、それこそね音楽だったりが聞こえる場所で、中口こ中口くんにとってこういいノイズになるような場所、はい、決まりました。はい、木屋町のクラブキツネで。絶対ちゃうやん。これでいきたいと思います。ノイズでしかないよあそこは。やっぱ盛り上がってる中口くん、ね、その音的にもその人生においてもやっぱさっきノイズでしかないよあそこは。やっぱさっきねお酒もこうあの楽しむっていう側面ねあるっておっしゃってましたから、いやいやな、キツネに入り浸ってる中口くんで行きたいと思います。京都で一番チャラいクラブですからね。中口くんが一体ね落ち着く場所は、シンシンシンなのか。じゃ待って、あ、僕ちょっと変えます。ほらキツネに。違う違います、乗りません別にその線には。シンシンシンから河原町の六葉社、はい、あ、六葉社ね、はいはいはい、六葉社こちらも有名ですよ。意外とそっちの方がなんだかんだ行ったりすることとか、ね、うん、逆に河原町のあの人の多さからちょっと現れたくて、はい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 、六葉社に立ち寄るみたいなあるんじゃないかな。確かに小西君の言う通り思いました。だから一旦こうね狐でノイズあって、いやいや、そのそのはしごルートはないのよ。ちょっと喧騒から抜け出すために、いやいや、キツネ行く人は六葉社行かへんし、六葉社行く人はキツネ行かへんのよ。まあ、京都の分布として、これどっちも当たってる可能性あるかもね。それはもうレアやね。どっちも当たってる可能性あるかも。ちょっと答え聞いてみよう。奇跡よ。ああ、蘭電片平の辻駅前にある亀屋コーヒーという喫茶店です。あ、めちゃめちゃ気に入ってて、この3年間で通算50回ぐらい行きまして、毎回同じメニューを頼むうちに、マスターいつものやつねで通じるようになって嬉しかったです。めちゃいいですね。いいね。だから小西くん最初 その嵐山路線で一瞬その攻めかけたのはよかったんだ。若干良かった。いやでもちょっと具体的な店がパッと出てこなかった な、ね、やっぱそこの土地感の弱さが出たな。めちゃめちゃ嵐山民回答やったな。いやでもなんか言ってた気するな確かに。いや結構小西くん本当にチューニング合ってきましたね。いやでもちょっと近づいては離れみたいな感じで悔しいねこれはね。ちょっとね僕はまだ一切近づけてないですけれども。むしろ絶対当たらないルートをこう切り開いていってる感じもするけどね。ちょっとねこう僕もそろそろバチッと当て、ハイスクールミュージカル2が好きで狐入り浸ってるってもう全然中口くんとそいつがいたとしてもおそらく中口くんと友達にならないやろう。変なやつが生まれてるからね今あなたの回答。これ申し訳ない、はい、ちょっと僕もねそろそろチューニング合わせていきたいなと、はい、思います。今落ち着く京都の店行きましたから、これまた京都関連行ってみますか。はい、あ、京都で家を探していた時の絶対に欠かせない条件。はい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 、なるほどね。これはね僕らも京都で引っ越してた身です。引っ越してしてる身ですから。いやそうね、これはね別にその中口くんのそのパーソナリティ的な部分をこう知らなくても当てれる可能性大ですよ。まあでもそうね、そうね、だからそのそれぞれありますからねこだわりが。家を探してた時ですからね、うんうん、今京都などこに住みたいかじゃなくて。そうです。そう思うともうこれは結構シンプルやと思います。お、家賃の安さ欠かせない条件ですな。なんだかんだそこが鉄則なんじゃないかな。なるほど。っていう
のと、まあ、楽器か。あー、これはいいとこ攻めましたな、うん、家賃が安くて楽器か。なるほど。で探してたんじゃないかなって。やっぱ音楽やるぞっていうので、うん、こう来てた側面もね強いと思うんで。そうですよ、うん、でしかもねやっぱああいうのはその言ったら日々のこう、まあ、練習とまでは言えないですけどずっと触ってることがね結構いやそうですよ、こう繋がったりしますから、うん、なんだかんだちょっとこう軽く楽器触るぐらいだったら、まあ楽器負荷のところでも、まあ、あの軽くつまびいたりぐらいは、うん、まあしちゃう人もいるかもしれないですけど、そこはちょっとあかんなっていうので楽器かのところでしっかりと、ね、後ろめたさなく楽器触れるようにしようって、うん、京都来る時家探してたタイミングとかはなおさらめちゃ真面目に考えるんちゃうかな。確かという、さっきのねその、うん、ストイックさも話題に上がってたぐらいですから、ね、うん、これはいい推理ですね。楽器かの中で一番家賃が安いところを探したみたいな、うん、素晴らしい感じじゃないですか。欠かせない条件としてもこう、うん、回答としてもすごい分かりやすい。それこそランデンが通ってるあたり、うん、線路沿いとか割と楽器カーのところあったりしますか、ね、なんかね、うん、あの電車の音もありますから。そう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 、はいはいはい、さてな山口君は。私の欠かせない条件は山口君の場合じゃないですよ。私の欠かせない条件は浴室乾燥付き温水洗浄便座ウォシュレット付き。いややな、浴室乾燥とウォシュレット付いてたらあともう2畳でもいいです。それ山口氏の場合でしょ、はい、それは山口氏の場合は。山口氏の場合でしょ、それはウォシュレットと浴室乾燥付いてたら、うん、お部屋2畳でも大丈夫。中口君もそうだと信じる。信じたい。あ、まあでもまあ小西君のさっきの話を聞くと、うん、意外とそのあれかもしれないね、そのもちろん生活的なところもあるけど、はい、こう景色的な、うん、なん、あ、何かがこう、ね、近くにあるあるみたいな、うん、立地的な問題。確かにね、そうやっぱ京都で生活するなら京都ならではその風景というか。確かにね。だからまあ結果的にそのね、決めたところが当てはまってたかは分からないけど、はい、やっぱ探してた時の絶対に欠かせない条件として掲げていたとしたら、うん、決めました。はい。あ、でもこれ土地勘が分からないから当てはまってるか分かんないな。うん、まあ、どれかしらの送り火が見える、うん、あ、なるほどね。どれかしらの送り火が見える、京都の送り火が見られるエリアに、うん、嵐山の五山の送り火がどれかしら見える。あの辺りはどれが見れるのやろうな。ちょっと土地勘がね、うん、位置関係がわからないから、はいはい、それ基準で探したんじゃないかと。そう、何言ってんだお前っていう人もいるかもしれないですけど、これでいきたいと思います。お願いします。ちょっとさっきと違ってチューニング合わせてみました。直感的にご縁を感じるかどうかです。今住んでるところは嵐電の沿線の物件で、内覧で部屋に入ったその瞬間にタタンタタンと電車の音がベランダから聞こえてきて、あ、ここだ、ここしかないと直感しました。あ、実際いろいろ素晴らしい部屋だったので退去するのが団長の思いです。ほら、あ、じゃあどっちかというとこれは山口君の方が近いですよね。まあ、まあね、路面電車が走ってるっていう環境も、まあ、京都らしいじゃないですか、うん、まあ うん、そこに惹かれたっていうね。なるほど、結構フィーリングの部分が強かったと。いやー、なんかちょっと要素としてはかすってるけどみたいな感じでしたね、互いに。そうですね、ねえ、線路沿いなら楽器もいけるしとかっていうよりももっと感覚的なところで、うん、決め手になってたみたいなね。こうあれですね、こうこの音声ね、中口君に撮っていただきましたけれども、うん、こう全部の回答なんかそのちゃんとそのセリフ的な部分がこう鍵括弧のパートがあってめちゃくちゃ聞きやすいですね。なんかこう確かに回答としてはなんとかなんとかで、あ、これはいいみたいなそのセリフの部分があってめちゃくちゃ聞きやすいですね。確かに、うん、ありがたいです。本当に。じゃあ次の質問、次の質問も結構あのいろいろ紹介させていただきましたよ。じゃあこれまたちょっと音楽系で、はい、
昔は苦手だったけど今は好きになった音楽は何？はい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 、これねやっぱりね高校生とか大学の最初の頃とかって、うん、いろいろね、うん、音楽好きだとなおさら嫌いな音楽みたいな、うんうんうん、苦手な音楽みたいなのがはっきりありがちな気がするんですよ、うん、でもまあなんだかんだ活動してったりとかまあこのそういった時期から何年か経ち、はいはい、角が取れるというか、うん、こう懐が広がるというか 今まで見えてこなかった良い部分がね、そうそう見えてきたりとかして、これはね「ハイスクールミュージカル」かなうん、逆に「What time is it?」What time is it?いやさっき山口くんが挙げてる回答像が中口くんと友達になれなさそうって言うたじゃないですか。言いましたよ。でもそんなやつとも今じゃ友達になれる。昔は苦手だったけどだから本当の意味での We are all in this together ですよね。放題なんでしたっけ、あのみんなスターピンとこうへんな。We are all in this together、 僕たちはピンとこうへんな、みんな一緒だ。いやでもそんな意外性もあるんじゃないか。なるほど。うーん、まあでもあの年公開年代的にはおかしくないですよ、うん、全然中口くんがハイスクールミュージカルを通ってても全然おかしくないですから。通ってるんかな、公開のその年的にはね、まあ、あんなもんって思ってたけど意外と聞けるなみたいに今。だから高校生の時ドンピシャで見てたらいやそんなねアメリカの高校生活なんてって思ってたかもしれないけど、逆にその高校を卒業してね、うんうん、大学とかになってくると意外とそのあの高校独特の青春キラキラみたいな、ね、あこういうのもええなみたいな、うん、あるかもしれない。そういう冷静さみたいなのね、うん、手に入れてるかもしれない。なるほど。じゃあそれでこれしかもハイスクールミュージカルで。じゃあ僕はしっかり、うん、しっかりとしたロックちょっとふんわりしすぎててしっかりとしたしあの、J 日本の日本のロックバンド的な曲ね。あーなんだそれは。ちょっと一昔前のワンオークロックとか。いやーそれだと最近すぎるね。もうちょっと前な、そのもうちょっと前でも、もうちょっとその J-POP 寄りのポジションってことだよね。そのボーイとか。ああそう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 。ボーイあたり。イエローモンキー。ああそうですそうですその通り。はいはいはい。あのあたりね。あのあたりの曲昔はちょっと敬遠してたけど改めて聞いてみると、はいはい、やっぱいいかもっていう。いや確かにそれは。いやでもね僕ね中口くんねそのボーイとかね。イエモンとかなんかそういうミスチルとかは、はい、なんか全然最初からね言ってるんじゃないかなっていう気もする。苦手だった感じもない。うん、だって彼がそのバンドを始めたきっかけとか、はいはいはい、高校の時確か軽音部に入ったきっかけだったかバンド組んだきっかけだったかが、うん、アルフィーの曲を弾いてたらなんかこうオファーされたみたい なんかそんな感じだった気がするんだよな。それかアルフィーを弾いてた先輩がいてみたいな。むしろ入り口、うん、そうそう。だから割とそのあたりは言ってたんちゃうかな。ちょっと回答聞いてみましょうか。聞いてみましょうか。バンドで言うならこれはもうナンバーガール。最初高校時代に聞いてうるさいしボーカル聞こえないしなんやねんと思っていたのに大学1年生の夏に突然あナンバーガーが分かったっていう瞬間があってそこから大好きです。あ逆にねそういうこう、ね、日本のオルタナロックの、うん、こうちょっと金字塔的なところだけど、はい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 、いまいち刺さってないみたいなところがつかめたみたいな感じでしたね。全然僕らちょっとチューニング合わせられてなくなってきてるよ。確かにいけてる。申し訳なくなってきたちょっとちゃんと当てていかないとこれどんどん離れていくかもしれないですよ。ちょっとこれ時間もねゆっくりやってんで
ガシガシちょっと当てに行きましょうか。行きましょう、うん、じゃあ続きまして最近嬉しかったことあシンプル、これはね、ハートのピノがあったこれシンプルでいいね。ピノにハートが入ってた、最近嬉しかったこと。あ、待って、中口くんはピノ買うタイプじゃないわそこ失礼しました。失礼、きなこ棒で当たりが出た。あーいいですね、あの爪楊枝の先赤いやつ、ね、赤いやつ、あこれでさきなこ棒で、うん、はい、僕も決めました。お、双葉の豆餅が今日も美味しかったこれでいきたいと思いますそんな頻繁に漫画に関してファンレターをいただいたこと、中口寛太先生とか書いてあって、うわーほらこれもうたまんねーとかなりましたそれは嬉しい。いやこれは嬉しいわ、それ超嬉しい。僕らがあげた嬉しさがもうかすみたいないや小さなことですけれども嬉しいよ、出させていいでしょ。中口寛太先生に比べたらもうきなこ棒なんかどうでもいいですよ、そんな嬉しいね、これは嬉しい。なるほどね。で今回の回答もねちゃんとあのセリフがありましたねパートがありましたね、素晴らしかった、うん、もうそろそろ当てたいよ。無人島に5個だけ持っていけるなら何を持っていく。え、そんな質問ありましたありますあります。あ、本当だ、無人島に5個だけ持っていけるな。これね、こういう質問のあれにしてはね5個って多いんですよねせめて3つ、うん、大体1個か3つやけどね、5個やから5個。あ、なかったって。これなかったらしいですわ、台本に入ってんのにどういうことやねんどれやってるよおい渡辺匠おい寝坊しやがって今めちゃくちゃ LINE が届いてる。じゃあこれそれこそね、今までこう京都関連とか音楽関連とかの質問ありましたけれども、はい、ちょっと歌種関連の質問で、はいはいはい、歌種のコーナー、うん、名物企画、名物コーナーでおなじみの、騙されている、うん、騙されているので委員会からちょっと質問ね、ちょっと寄せさせていただきまして、はいはいはい、中口くんがこれ騙されてるんじゃないかって思うこと。ああなるほどね、中口くんが委員会に提出するのは何を騙されてるよ委員会、中口氏の場合ですよ。なるほどね。いやーどうだろうな、これ いろいろね、今までそのストイックさとか、うん、こう京都に対する思いとかいろいろ質問で垣間見えてきたわけですから、これなかなかまあ当てにくいようで結構ピッと当てれるかもしれない。いやどうだろうな、でもこう中口くんの屈折したところの印象もやっぱあるんですよ。そのなんだろう、小西くんとこう若干通ずる部分というか、そうだからなんかね、その変なところをつついてくるような気もするんですよね。なるほどね。なんだろうな、よし、じゃあ私から、ポンと帳先と書いてポンはちょっと無理あるんちゃうこれでいきたいと思います。あー京都感を、そうです、京都感出してきてるね、はい、じゃあ僕は 20% オフって人生の累計で見たら 1.5 倍ちゃう、これでいきます当たってるかな2人とも。結果買い物の量が促進されてるからね。なるほど、人生単位プラマイプラなんちゃうかっていう。プラマイゼロ、うん、マイナスワン、ええのよゴジラはもうちょっと回答聞きましょう。はい、作品を褒められること、周囲に優しくされることですかね大学に来てからいろいろありまして、自己肯定感の誠に低い人間になってしまいまして、なので皆さん曲聴いていただいたり漫画読んでいただいたり、でこんな僕なんかと遊んでいただいたり、こう個展とかラジオのゲストとかのお話いただいたり、なんで皆さんこう優しいんだといろいろ勘ぐっちゃいますけど感謝してます。いやまあでもほっこりするまあでもそのまあ見方を変えれば小西くんのさっき言ってたね、その何ですか 20% オフは違う人生累計で見たら買い物 1.5 倍、その前に話してたその、うん、中口くんのこういう部分がみたいな。ああなるほどね、
いや確かにね、そうちょっとその卑屈さが垣間見える感じでしたね。そうそうそう、いやーなかなかちょっと離れていって、近づいたと思ったら遠のいていく、そんな存在ですよ。いやそうですね。じゃあ今までで一番大きな買い物は、うん、これ最後の質問じゃないですか。うん、これはもう最後だからバチッと当てたい。いやそうですね、うん、中口くんはね、どうなんだろうな、でもなんかそんなあの散財するタイプではないと思う。なるほど、これいい情報聞きましたね、うん、でいろいろね、まあまあこだわりも強いってさっきおっしゃってましたから、そう意外とそのね自分のこう好きなものとか、うん、何かこうそれこそ作品関係のものとかだったら意外とこうちょっとこれは道具とか、いやそう、ね、機材とかね、なんかバッと買っちゃうかもしれない。いやでも中口くんがねその版画と漫画なのよ、うん、で楽曲も、まあ、アコギで弾き語りしたりとか、はいはいはい、録音を iPhone で撮ったりとかしてるのよね、うん、だからそのなんか大きなどっかゴーンと出るような趣味とかいうタイプでもない印象なのよね、はいはいはい、うん、だからこれはなんだろうな、こうレコードとかあとなんかレコーディングの費用とか、はいはいはい、なんかそういう感じじゃないかなっていう気がするな。音楽関連で、そう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 、だから本当に CD とかレコードの制作費か、もう本当にどうしても欲しかったレコードかどっちかじゃないかな。まあ最後ぐらいちょっと当てたいからその2つでいきますいいんですか2連単、余裕持っていきましょう、うん、ちょっと2つ置かせてもらって僕はそんなねお金使ってるイメージないけど、ね、なるほどね、うん、逆にそのお金使ってないっていうところからヒントを得て、おそのもう買い物というよりかまあ出費で、おあのそれこそもうそのお酒代、あ飲み打ち上げ代的な、確かになんかもうパーッと行くぞって時にっていう感じにもうボーンとなんかこう高い酒を飲んでやるみたいな、うん、やけの起こし方そうとかもうすごい量とか、うん、もうこの朝までとか業務用のウイスキーリカマンで売ってるあのとかね大五郎とか、うん、やつとかをもう担いで、うん、下宿先に帰るみたい みたいな、うん、いうイベントは確かになんか発生してそうな気はする、ね、か僕もちょっとね最後なんで当てたいからもう一個置かせていただきます。きなこ棒箱買い当てに行ってるやん。当てたいからやっぱり爪楊枝の赤が見たいからきなこ棒箱買い。箱で買ったらまあ当たるやろうけどね。お酒代かきなこ棒の箱買い、これ2つでいきたいいけるかな、どっちかも当たってるんじゃないか聞いてみましょう。今使ってる Windows のパソコン、スペックがいいやつを勧められるがままに買って15万ぐらいしましたかね。新作アルバムは全部これで撮っています。あいやこれ当たりでしょ僕の。まあ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 ねレコーディング関連ですけど、レコーディング費用ということで、まあ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 ドンピシャにさせてください。これはしょうがないでしょ最後の最後、小西と山口の歌たれ。京都下鴨にてコーヒー豆の焙煎をしている一服コーヒーです。コーヒーの好みをお伝えいただけましたら、その時の在庫から豆を焼いてチャリでお届けいたします。 100g600円、遠方への送料は200円。コーヒー好きだけどドリッパーやミルがないから家でコーヒーを入れたことないよ。そんなあなたにはおすすめの道具やめちゃ美味しくなる入れ方まで丁寧にお伝えいたします。ツイッター、インスタグラムの DM からご注文お待ちしております。アットマーク IPPKU アンダーバーコーヒーで検索。さあ山口のまず1品目
うん、あちょっとすする水気もちゅうもちゅうもちゅう小西と山口の歌だねもちゅう、はい、やっております。はい、やっております。もう中内くんに対する心の準備はバッチリじゃないですか。もうだいぶチューニング合いましたね。そしてここまで聞いてる中内くんのことを知ってる方、そろそろ中内くんの声聞くだけじゃ我慢できなくなってるんじゃないですか。そろそろ目に焼き付けたいんじゃないでしょうか。網膜が待ち遠しいんじゃないですか。そして中口くんのことは全く知らないのに聞いてくれてるリスナーの方、さすがにどんな人か気になってる感じです。確かにあのね、セリフの威勢のいい、はい、こう吐き出し方もすごい特徴的な。というわけで中口くん、はい、今回実は来ていただいております。えそうだったんですか。ゲストってめちゃめちゃ書いてましたけども。確かに、はい、来ていただきましょう。中口寛太くんです。どうぞどうぞ。よろしくお願いします。お待たせいたしました。本当に中口くんもそうですし、もう中口くんをお目当てにこの聞いてくださってる方もお待たせしました。はいはい、はい、そうですね。失礼しました。いや大変お待たせしました。いや本当にそうですよ。もうそもそも20何分押してたのにね。いやそうですよ。僕らがもうのんきに質問を10個も当てちゃって、いや楽しみございました。いやありがとうございました。でもね、こう今回、まあ、移転してからの、うん、番組のね登場は初めてということで、前登場した時はそのまだ下鴨湯気時代ですから。いやそうです、めちゃくちゃ久しぶりの。今はなき下鴨湯気ですからね。湯気ですらなかったですけどね。あ、一番最初ゲストの時は、あ、そうだそうだ、匠さんの家で、そうだそうだ。でその後あの T シャツのねやつを書いてくれる時に、そうです、放送をね覗きに来てくれて、出演はなかったけどもっていう感じでね。そうなの、今ねあの下鴨の湯気があった場所、あ、そのさら地になってる。そうなんですよ。ほんとこの間さら地になってることが発覚して。ずっと建物はありましたよね。でもそうそうそう、あったんだけど、ずっとあったんですけども、それすらも取り壊しになって。マジですか。あ、それはしかも湯気だけじゃなくて、湯気の隣の2軒分ぐらいもさら地になってる。そうなんだ。そうそうそう、あ、なんか版画の工房みたいな。そうそうそう、なんか、ね、3軒分ぐらいのさら地になってる。そうだったんだ。寂しい話を聞きました。でもあそこの、左隣にあったアチ接骨院は増築してたね。栄養が全部吸い取られて吸い取られてぐんぐん育っていったみたいなね。ちょっと今度また見に行きたいですけどね。ぜひ。あの日もね、うん、ゆかりのお店だったり多いですから。いやそうですね、うん、だから本当にあそこに来てもらって、久しぶりにこっちに来てもらってという感じですけどもね、はい、いや中口くん久しぶりですけども、もう京都での生活は残りわずかということで。なんですって。本当に引っ越しをするのがいつなんでしたっけ。3月の24日ですかね。24日、なんか本当に、そうですね、あとまあ2週間も足らずですか。そうですよね。いや言葉にすると本当もうすぐですね。本当に寂しいですね。いやでもこの久しぶりに来てもらったわけですけども、はい、どうですか中口くんのそのラジオに出て喋るみたいなのも、まあ、めちゃくちゃ久しぶりなわけじゃないですか、うん、はい、で今回ね、アコギも持ってきてくれたということで。あ、そうですよ ね、 ね、本当にめちゃくちゃありがたいなと思うんですけども、うん、やっぱ活動をねこうやって続けてくれてるのが嬉しいなっていう気持ちでいっぱいですよ。ありがとうございます。どうですか京都の、何年いたんだ。4年5年、私6年6年です。小学生が入学して出てくぐらいの月日を、ね、まあ、でも大学って普通にいたら、まあ、6年、まあ、6年、まあ、僕もそのくらいいた。彼も6年ぐらい。そうです。彼も5年半いましたからね。そうね、大体そ、彼も大体6年ぐらいですよ。なんかなるんだよ ね、 そうね、気づいたらね、うん、なんかそうなるのよね。確かに確かに、うん、山口くんもまあ一回大学出はしたけど、今また大学に戻ってきて通算6年ぐらいいるからね。うん、確かに大学で働いてますから。そう、そう考えたらそうです。そもそも6年ぐらい、なんだかんだ6年ぐらいいるもんなんですよ。みんな平均6年ぐらい大学に、うん、そういうもんですよ、ね。確かに確かに。あと京都は、うん、そうですね。まあそうさせる平均値を取ると大体そうです。なんかね、時間の流れが、うん、あのキャンバス内だとちょっと歪むみたいで。8回生とかいっぱいいますもんね。そうそう、何年いるんだみたいなね人もいっぱいいますけど。どうでした。どうでした。どうでしたこの6年、6年振り返って、
まあもう二度と京都に戻ってこれないわけじゃないからあれですけど、まあ、学生としての京都っていうのはこれでね、一旦締めくくるわけじゃないですか。いやこれがあのいろんなとこでぐち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 言ってるので最近はだんだんかっこ悪い気がしてきたんですけども、はいはいはい、でもやっぱりこう青春に敗北を喫した6年だったのではないかと思っていますが。そうなのかね。いやでも制作もして漫画家としてこうデビューもしてて、うん、で活動もして CD も出してミンディースでもね幅広くこう東京のレコード屋とかに取り上げられたりとかして、はい、それこそ憧れのバンドと対バンしてみたいないうのをしてて、それはもうすごい輝かしい活躍だと思うんだけどね。そうですよ。まあ確かに後々振り返れば、ああ俺の6年はなんて充実したなと思える日も来るのかもしれませんけれど、今現在進行形でやっぱり学生をやっててもうちょっとなんとかなったんじゃないかとそんな思いだけがですね、やっぱりそうかしら。いやでもまあまあそういうのはやっぱあるじゃない、その思ったでしょ、高校卒業した後に、はいはい、あもう俺二度とプールに忍び込んだりできないんだなっていう、その環境として可能性として、まあまあね、うん、別にできるような学校のあれとかじゃなかったとか、うん、したかったとかいうのはさておき、あそういうのの可能性はもうないんだ、こうその可能性を突破した瞬間にお縄にかかる可能性も同時に出てきてしまうんだっていう、そういうのをふと感じた時にめっちゃ寂しくなるみたいな、うん、あるじゃない、あもう高校生じゃないんだなみたいな、ね、うん、なんかあの感じのこう弾き出される寂しさみたいな、そういう学校でのなんかみたいな、あの教室の感じ、学生生活そう普通に入れないんだなみたいなのをちょっと学校の前通った時とか思ったりする感じ、なんかああいうのが大学とかにも来るんだろうなみたいな、はいはい、いうのはやっぱ思ったりするよね、うん、特にこう京都なんかね、まあその言ったら街全体がそういうこう空気がね、こうなんかその内と外みたいなのが割と色濃い街ですから、確かにね、うん、だからそんなそれこそ2年後とかこう3年後とかに京都に戻ってきます、引っ越しますみたいな、うん、なった時にびっくりするぐらい何も変わってない可能性もあるよね。確かにその街の雰囲気とか、うんうん、そうですね、いたつるんでた人とかが、ね、まんま保存されてるみたいな、うん、タイムカプセルみたいな状態で可能性もあるからね、うん、そんなに変化の激しい街でもないのでですね、まあそれを信じてという感じですかでもね、ひたすらね、あのここ最近中口くんがねツイッターでね、はい、その嘆いてるんですよ何をですか、京都を離れる欲しさみたいな、恥ずかしい話ですが、もうね確かにその配信ね始まる前も若干なんかそんな話を、いやそうなのね、やっぱりこう僕らとしてもね寂しいなっていう気持ちもあるし、もっとゲストに呼びまくってたらよかったなみたいな ね、 確かにね思いますしね、そうですよ、うん、だからまあ今回映像もつきて配信してるということで、はい、最悪まあ中口くんの、うん、まあ陰部とかをこう映すことで、はい、彼の内定を取り消す取り消して京都にあの残ってもらうっていう線もまあ、ゼロじゃないかなというのはちょっと考えもしたんですが、はい、それはさすがにそりゃそうでしょう、この番組へのダメージもあるということでそっち中口くんの心配をしなさいよ、まず自分の保身じゃなくてアカウントがバンされる可能性があるとあんたなったら次回の放送ができなくなってしまうので、なぜ他者に陰部を晒しといて自分のことを考えてるのあなたはアカウントがバーンされたらこのうたたねがねこのアカウントでこう続けられなくなるけど、うん、中口くんは京都に残り続ける、アカウントは残れないじゃないそれだったら、まあね、うん、それは元も子もないと、元も子もない中口くんの方からしたらもう全部元も子もないわだそれはちょっとさすがにできないということで、よかったそこだけは、まあ両親がちゃんと残って終わるまでにどうやって中口くんの内定を取り消してもらうそっちその答えだけちょっと見つけたいなと、それはもう
極力考えないといただきたいんですけど、はい、まあ、そんな中口くんがね、なぜこんな京都を離れるのが惜しいのかというのはね、はい、中口くんを知らない皆さんにもちょっと中口くんの曲を聴いていただいて、うん、あこんな活動してる方なのねというのをラジオ越しにでも伝わればいいなと思っております。はい、中口くんのね、バンドサンゼウ通りという名前のね、うん、バンドとして活動しているんですけども、現在新しいアルバムを制作中ということで。あ、そうでございますね、はい、しかも今回はそのアルバムの中から音源をちょっと流させていただけるという、ある、音源させていただけるとございます。ありがとうございます。というわけで、曲の紹介を中口くんからいただいてちょっと流させていただきましょう。はい、はい、それでは三勢通りの新アルバムから1曲、自転車泥棒。お聞きいただきましたのは三勢通りで自転車泥棒でした。ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、いいですね。ありがとうございます。一番最初のね、自転車の車輪というか音から始まって、はい。あれ、これはあれですか、自転車撤去の歌ですか。あ、自転車撤去の CA 窃盗集団の歌でございます。いやー、中口くんもあれですか、被害に遭われたことが1回だけ。あ、
もうありまして立派な京都人としての洗礼を。でその時たまたま僕はあの京都の大学生としてのアイデンティティをですね、うん、喪失して大変へこんでる時期だったんですけど、うん、あらもう京都に来たけど京都の大学生を満喫できてねえぜ、俺なんかもう京都の大学生を名乗っちゃダメなんだへこんでた時期だったんですけれどもはいはい、はい、あの自転車を捉えたことによって、はい、まあ、周りの人間は踏んだり蹴ったりやなっていうふうに言ってましたけれども、うん、僕は嬉しかったですね。むしろもう尊厳が京都らしいイベントとしてね。確かにそうですそうです、うん、あ、これで俺もやっと京都の大学生になるバッチもらえたみたいなね、復活してそういうことにしといてやるという歌でございます。いや、いいですね。いやこうね、それこそ最後曲が終わったかと思ってね、そうそうそう、僕らがねこうマイクのフェーダー上げようと思ったら最後ねクソこう声が入るっていうね。いやでもあれ本当になんかね、何とも言えない気持ちになるんですよね、うん、一瞬なんか夢見てんのかなみたいな。そうそうそう、自転車があの、僕もね小西くんもそれこそね、そうそうそう、ありますから、あの柵とかにこう鍵を巻いてても、ああそうですね、なんかなぜか行かれてたりすんのよね、切られたりとかしますよね。そう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 、うん、とか柵をこう抜いて、あー、なるほどね、取ったりとかっていうのをしてくるのよね。そう、まあ変なところに止めてる僕らが悪いんですけど小西くんだってあのひどい時あれやもんね、その振り返ったらなかった時あってあ、そうさ、言ってたもんね。そう、自転車の、レンタルレンタルね、そうそうそう、ところで、バイトをしてた時期があるんですけど、うん、本当にね、あの嵐のように持ってくんですよね。そう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 、だから店の表のところに一回自転車を出して貸すようなやつをね、はいはい、でその空気の具合のチェックとかブレーキのチェックとかをして、うん、はい、じゃあこちらお貸ししますんでね、じゃあレンタル期間の確認しましょうかっていうので、はいはい、一旦店内にこう戻ってやり取りして、はい、はい、じゃあ、お貸し出しする自転車あちらですねってパッと手を向けたら何もなかったその手の先にあれっていう、積み込まれてて待ってください待ってくださいっていう、もうびっくりしたね。まさか自転車レンタサイクル屋の前にある自転車を撤去するとは思わないそういうもんだって分かるだろうっていう、しかもすごいスピードでね。そう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 、それは回収はできたんですか。そう、なんとかその積み込み切るまでだったら、走り去る前にね、そうそうそう、こう許してもらえるみたいな、なんか自転車の3秒ルールみたいなのが、はい、なぜかあるみたいで、そうギリ間に合ったみたいなね、 ありましたけど、なんかそのあれよね、どこの鉄橋場まで持ってかれた中口くんの自転車は。僕はあの四条大宮で回収されましたんで、はいはい、すぐ近くの二条ですか。はい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 、ね、あれはもし国際会館だったら目も当てらんないことになった。いやそうだよね、国際会館に行った時はもう本当にめちゃくちゃなえるのよね。二条城の JR 二条城のすぐ近くのところにね、はいはいはい、こう死体置き場みたいな感じで大量のそうそうそう自転車がね、自転車墓地みたいなのがねありますよ。あれでも2400円ぐらいね、身の代金を、そうそう、身の代金を払って、そうそうそう解放してもらうためにね、なけなしの、いやあれ本当になんか悲しくなるよな。そうなんだよね。しかもなんかあれよね、なんかその管理の仕方が、そのなんか写真みたいなのがこう雑に撮られてて、なんかナンバリングされてるみたいな、あれそうだったっけ、なんかね、あの赤紙みたいなのが貼られてるそう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 。なんかね、遺言みたいな感じで、でなんかその取りに行った時に、うん、そのなんかどこでその何日にどこで取られましたかみたいな、あー聞かれるね、その照合する時にその、うんうん、その駐輪場側が持ってるその資料みたいなのが、その撤去する時に取ったであろう、うん、なんかその、うん、なんかその現場検証の写真みたいな、あー、そうかそうか、資料パーって見てみたいな、うん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 、あれもすごいなんか何とも言えない気持ちに、いやそうよね、本当になんか無限に自転車が並んでるもんね。うん、そうですね、もう何百人が諦めたんだろうかみたいなそうですよ、いや本当にあそこになんか
もうなんか化けて何か出るんじゃないかっていういろんな念が集まって そうです。そのぐらい自転車ありますからね、あそこね。引き取り手のないやつは海外に浮い飛ばされるという噂を聞きましたけどね、本当になんか誘拐事件みたいなサーカスに出されるらしいよみたいな、どっかが斡旋してる、浮い飛ばされるという話ですか。いや、そう思うと本当にね、いや、あれはなんか1回目確かにでもちょっとね、やられたかみたいな、ちょっとね、うん、あのテンション上がりはするんだよ、ね、嬉しいところもね、イベントかね、うん、そう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 、2回目から本当にため息が出るんだけどだんだんコツつかみ始めるからね、そう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 、そうだよね、この辺りこの時間帯はいけるみたいなのをね、うん、見つけたりとか、まあ、ちゃんと駐輪場に止めるのが一番いいんですけどお金も払ってくださいね。そうなんですよ、やっぱなんせね、駐輪場がそんなに多くないのよね、うん、自転車人口に比べてね、中口くんも基本やっぱあの移動は自転車が多かったりする、自転車ばっかりですかね、うん、僕嵐山在住なんですけれども、うん、まあ、自転車で頑張ったら出町柳とか、はいはいはい、あのデルタとか百万遍とか、なんならここ東山にも今日自転車で頑張ってきたんですけど、まあ頑張ったらどこでも行けるなっていうことに、だいぶ頑張ってます、ね、気づいて、そこから全部自転車ですかね。いや、そうね、宝ヶ池の方とか超えるとちょっとしんどくなってくるんだけど勾配が、うん、そう、でもまあギリその一乗寺あたりまで、あ、全然、そうそう、うん、から本当にまあ九条あたりまでとかだったら、はいはいはい、なんか勾配がそんなになかったりするからね、そうね、そうですね、意外といけたりするっていうのはね、もう山口くんもね自転車だし、僕も自転車だしみたいな、公共交通機関をねあんま使わなくなってくるあんだけめちゃめちゃ観光客も多いですからね、使おうみたいなこう言いまくってるんだけど、いや、あのバスにはねなかなか乗りたいとは思えないよね、あの環境からするとね、それこそね、まあ鴨川とかもね、鴨川沿いとかも割と道まっすぐですから、いや、そうなのよね、もう自転車でええかっていう、そうそうそう、自転車向きというかね、道自体が、そうなんだ、あの人口密度での15分より自転車の30分を全然選べるみたいな、ロケーションも最高だし、バスもそんな速くないしね、止まるところも多いしね、観光地が多いとね、やっぱ止まる場所がどうしても多くなっちゃうから、そうだよね、そう思うともうチャリの方がいいかみたいな、確かにバス待ってる時間もあれやしね、嵐山からデルタまでバスでだいたい40分50分ぐらいなんですけど、そんなかかるんだ、まあ、不思議なことに自転車で来ても40分か50分ぐらいなんですなあ、じゃあ自転車でいいってなるな、それは、はい、うん、でもそっか、ちょうど観光地のエリアから観光地のエリアまでみたいな感じだもんね、そりゃそうや、いや、というわけでだいぶロスが多いから ね、そんな自転車生活、違う、京都生活危ない危ない、まあ、つまり自転車生活もあるわけですけども、まあ、まあ そんなあの京都の好きなところや京都に対する思いというテーマでね、メールのお便り募集しておりました、はい、メールの方ちょっとね紹介させていただこうかなと紹介させていただきます、思います。ラジオネーム上品次郎からのお便りでございます。上品次郎、小西さん、山口さん、ゲストの中口さん、二度目ワークスの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。うたたねの存在を知った時に音声配信湯気の初回放送まで遡って聞いて、あら、中口さんゲスト会を経て三ゼウ通りの音楽を聞いて、あら、金を集めてがめちゃくちゃいいなとなり、 CD を探したらもうその頃には どの店でも売り切れで落ち込みながら、あら、 YouTube でずっと聞いていました。上品次郎です。ほら、嬉しいね。ここまでよね、番組としてもなんかそんなこう出会いがね生まれてたんやっていうのが、そうですよ、感激しますね。もしもまだ CD の在庫があれば購入したいのですが、いかがでしょうか。あら、これはまた中口くんからちょっとお返事を後ほどお聞かせください。ありがたいお話なんでございますが、はい、まあ、前の音源がもうジャケットもその中のものも CD も全部なくなってしまって、あら、打ち止め状態な、申し訳ないんでございますけれども、うんうん、
ただ収録曲のうちの何曲かは、うん、再録という形で、はいはいはい、もう一回問い直してあの次のアルバムの中に収録予定でございますのでですね、まあ、それをちょっとぜひぜひお買い上げいただければこれ幸いという事態でございます。新しいアルバムの情報待ちましょう。そうですよ、先ほどね曲もありましたから、前回の鍋会は忙しすぎてついにお便りすらできず大変悔しい思いをいたしました。あの僕はくっせくっせクジラハムを食べた回ね。そうですよ春菊への愛を語りたかったのにな今回は中口さんがゲストということで2020年10月の中口さんゲスト湯気を先ほど聞き直しました、うん、この回でもお二人は京都の魅力をたくさん話していて、この回を聞いた当時まだ京都の魅力をあまり分かっていなかった私にとってとても素敵に感じられたのを覚えています。あ、嬉しい。京都を離れた今なんだかんだ京都時代に8年住んでいた西大路通りがかなり好きだったなと思い出されます。あとその回で大学を卒業したらブルーピリオドを読みますとおっしゃっていましたが、もう読まれましたかこの度は卒業おめでとうございます。素敵な春になりますように。最近なかなか面白いお便りが送れずに恐縮ですが本日はこの辺でというお便りいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、いいですね。懐かしい回もね掘り返して聞いていただいて本当に嬉しいですね。いやー、ブルーピリオド読みました私は、まあ、一通り漫画とアニメと見たんですけれども、はいはいはい、おそらくもう見ることはなかろうあ、褒め言葉なんですけど、あ、なるほど、はいはいはい、素晴らしい作品なんでございますけれども、はい、やっぱり美大生があれを見ますとねなかなか精神的に来るものがありまして、なるほど、いや、そうね、私は大変きつございました。うん、いや今ねあの最近僕もここ1年2年ぐらい読んでなかったんですけど、はい、つい先日最新刊まで読みまして、いやなんかうわーしんどいなしんどい、しんどいですねでもね本当にめちゃくちゃいい漫画だなってそうなる。めちゃくちゃちゃんとリサーチしたりとか、まあその作者もあの芸大出身の方っていうのもあるから、うん、なんかねそのあたりのリアリティとか、いやそうなんだよねっていうところとか、こんなにまっすぐ頑張れないよみたいなところとかなるほどね、そういういろんなしんどさが折り合いのつかない部分とかそうそうそう、ね、ありつつも、いやまあでも3年後ぐらいにこうちょっと気持ちよく読めるタイミングが来るかもしれないね、はい、もしかしたらね、うん、まだ卒業まだギリしてないタイミングだからね大学生だったなっていう距離感ぐらいになったのがいいのかもしれないね、振り返ってね、うん、その頃には僕も読めてるかもしれないまずあなたはイーボーを読んでください僕が勧めた金子敦のどのぐらいまで読みました。まだあれから1個も読んでます半分までしか1巻の半分のところで止まって、そうそうそう、全然展開進んでないです。まだせっかく実写化もしたのに。あ、そうですよね、西大路通りが好きだったって、ね、あ、そうですね、言ってましたけど、上品ちょうど割とあれじゃないですか、あの山陰あたりとか中口くんも馴染み深いあたりなんじゃないですか。そうです ね、ネガポジとか あるあたりですから、先日ねちょうどライブもしてましたもん、ね、そうですね、中口くんのね、そうですね、そうです、モリコンも皆さんが企画していただきました。そうですね、もう素敵な、いやでもとんでもないことやと思いますよ。京都出ますってなってライブを企画してもらえるって、ね、すごいことよ。そのサークルでその卒業生のためにじゃあライブハウス借りてやりましょうとかじゃなくて個人よ。そうですよ中口くん個人の、うん、どれだけ熱い人望があったかってことですよ。そう、帰ってこいよみたいな、うん、感じでね、こうみんながいるっていう、確かにね、うんうん、どちらのこう意味合いもあるもんね、その気持ちよくこう、ね、背中を押してくれる押し出しでもあるし、でもいつでもそうそうそう、こう帰ってくる場所でもあるぞっていうその意思表示でもあるし ね素晴らしいですね。あ、でもやっぱり人に来ていただけるのが僕は不思議なんでございます、ね、うん、あ、さっきのね、あの10の質問にもありましたけれども、ね、はいはい、騙されてるんじゃないかと、騙されてるんじゃないかと思うわけ大掛かりなね、うん、大掛かりのドッキリトゥルーマンションみたいになってるんじゃないかっていう全員キャストなんじゃないかって部活の追い込んとかってそのお金がかかんないわけじゃないですか、うんうん、あの見に行くのとかって今回やっぱりイベントなので、はいはいはい、この知らないところでそのちゃんと入場料があったりするわけですね、
2000何歩3000何歩お金払って皆さん来ていただいてるわけですから、うん、 その2000 3000円でラーメン食いに行った方がいいんじゃないかと僕は思うんですけれども3000円あったらもうだいぶいいラーメン、ね、全部のせでもおつゆが来るぐらい、ね、そうですよ本当に感謝しております。ありがとうございます。素晴らしいことですよ。少なくとももうその辺のラーメン屋なんかよりも魅力があるということですよそうですよ少なくともね、うん、さて次のお便りに参りましょうか、はい、ラジオネーム歩いて5分さんからのお便りでございます。小西さん、山口さん、中口くん、こんばんは。こんばんは。京都の好きなところは趣のあるライブハウスがたくさんあるところです。まさに話してたところですね。中口くんがライブをしてくれたのでバーオーバーグラウンドや十徳ネガポジに行けてよかったです。あ、じゃあライブとかも来てくれてるリスナーさんですね。そうですね、いつもお越しいただいてる。それぞれのバーやライブハウスご飯も美味しかったのでいつも大満足して帰ってきています。うん、ライブの前に京都市動物園や金閣寺、銀閣寺など観光もできて何度行っても楽しいところでした。バスが安いのもいいですね。確かにバスディスりをしたところですけど、なんか料金は安いのよね、バスね。本当に改めて考えると本当そうですよね。もうだいぶ広いエリアをもう共通230円で、うん、そうですね、どっから乗ってもみたいなあるからね、そこは良心的よね。素晴らしい、まあ、だからそのおかげでね、うん、こんだけいろいろいろんな人が来て、確かにね、大繁盛してるっていうのもありますし、うん、いや、そしてバーオーバーグラウンドやじっとくネガポジね、ちょうどさっき話していたネガポジも挙げられてますけどね、うん、いや、じっとくとかもそうですけど、なんかあのライブハウス、京都のライブハウスってご飯もなんかめっちゃしっかり作ってるところ結構多いよね、うん、そうですね、うん、これはやっぱり関東と関西で文化圏の違いの一つらしいですね。へえ、まあ、要するに下北沢とかのライブハウスだと、まあ、ドリンクは出てくるけれども、うんうんうん、まあ、フードは出ないみたいな。まあでもそうよね、そういうイメージの人がほとんどじゃないかな。そうですね、でも関西ってやっぱ食事しながらライブ見る空間がライブハウスだったりしますので、うん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 、それが大きな違いって岸田が言ってましたキッシーがね、キッシーが、うん、まあ、でも確かにね、シゲアンとか本当に2人ともフランクやな2人ともフランクやな、ほんまに。だからまあ実得とかもこう座ってなんかこう食べたり飲みながらこう見れるしみたいな、ちょっとね腰を据えてゆっくり見れるみたいな。あのタクタクとかはまあドリンクがっていう印象だけど、あれ確か終わった後はもうタクタクでなんか打ち上げもできるようなちょっとフードがあったりみたいな感じでもあるしね、うんうんうん、テーブルとかがガッと出してみたいな、はいはいはい、イベントによってはねそうゆったりやったりとかもしてるし、あとなんだあの木屋町の方にあるアーバンギルド、そうそう、アーバンギルドとかもね、あそこもライブとかやったりとかして、そ、ね、あそこも結構しっかり、ね、しっかりお酒もご飯も豊富な感じで、そういうところ多いですね。言われてみるとね、岸田が言ってたわけですから、まあ、岸田が言ってるわけですからきっとそうなんでしょう。僕らよりも京都歴は長いですからね、岸田はね、岸田が言ってたからやっぱそれが、ごめん、俺がイメージしてた岸田さんと中口くんが言ってる岸田さんもしかして違うかもしれない。え、大丈夫、僕ギターボーカルの方で合ってる。ああ、合ってます。ああ、分かった分かった、内閣総理大臣の方で。違う全員がの方じゃなかった、全員がギターボーカルの方を想像してました。あ、全員ギターボーカルの方、そうそうそう、よかったよかった、よかった。それはこんだけ京都の話してんねんから急にその総理大臣の話されてまあ向こうの岸もまあボーカルっちゃボーカルなのかもしれないけどですか、マイクの前で、ね、中心人物ではあるけれども、うん、フロントマンでもあるかもしれない、ある意味、うん、そっちじゃないですよ。続いてのお便り紹介させていただきます、ね、はい、ラジオでも腰が痒いからのお便りです。ありがとうございます。みんな納豆食べてるこんばんは、腰痒ちゃんだよ。イーテレの挨拶みたいになってる。中口くんは初めましてだねその、 あなたが来てる側ですから、ね、そのようこそみたいに言ってるけどメールを送ってきてる側ですからね。中口くんがむしろ初めて、うん、初めましてっていう、腰痒ちゃんには全然気を使わなくていいからねなんで僕らがお邪魔してる前提なのか、ね、自分が食べたい分だけ取ってこっちに大皿回してくれたらいいよいいのよ、その友達ん家に泊まりに行った時の晩ご飯みたいな空気は。聞いたよ、一度和歌山に帰るんだってねとはいえ一旦というだけでいずれ京都に帰ってくるんだね学生時代を京都で過ごした人は、うん、本当の本当に全員がどこからタイミングで京都に帰ってくるよね。恐ろしい土地だね。
じゃあよかったら京都の一番のおぼのりについて、思い出について教えてね。みんな忘れてるかもしれないけど、4月の頭くらいまでは全然寒いから、調子乗って薄着したらダメだよ。首、手首、足首を冷やさないことがポイントだよ。そんな感じかな。じゃあね、バイバイ。お便りいただきました。相変わらずコシカヨちゃんのメールが始まると、こう知らずとコシカヨちゃんルームにこう僕らがお邪魔してる状態に勝手になる、知らず知らずのうちにね、不思議な状況でしたけども、お便りいただきましたよ。いやでもそうね、コシカヨちゃんも京都に帰ってくることを待ってくれております。コシカヨちゃんは、まあ、京都に住んでるのかどうなのかちょっとよく分かんないんだけど、コシカヨちゃんの部屋にいるっていうイメージだけが漠然と、うん、どことかはないよ。そう、関西なのか関東なのか京都なのかどうか分かんないけど、一つ浮いてる存在。そうそう。いやでもどうですか、京都の一番の思い出について教えてねとコシカヨちゃん言うとりますけど、うん、思い出がありすぎてなかなか一番っていうのは決められないんですけれども、素敵なことじゃないですか。まあでも強いてあげるのであれば、まあ、失恋を、大失恋をした時がありましたですね。失恋の中でも大よ、うん、まあ、かなり長いこと片思いしてた女の子にかなり壮絶な振られ方をいたしまして、はい、その時にまあいろんな先輩方に、まあ、それこそ小西さんとかにも慰めていただいたんですね、はい、うん、私他大学のインカレサークルに通ってて、まあ、そこの先輩方と大変仲良くしてたんですけども、うんうん、こう振られてその数時間後にもう呼び出されてですね、うんうん、彼の西王子三条のアパートに呼び出されて、はいはいはい、今日はもう好きなものを好きなだけ飲めと言われてですね素晴らしい、いいね。でその先輩のとっておきのウイスキーがあったんですね、はい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 、その先輩が失恋をした時に買って、うんうん、それ以来こうちびちび悲しいことがあると一口ずつ飲んできた、ね、でいつかこれ全部飲み干した時に全ての悲しみが言えるだろうって言ってたそのウイスキーを全部飲みました。全部吐きましたよ。お前が吐いた瞬間から俺のアパートは事故物件になった、散々言われて、お前が吐いた瞬間から大島テルに火がポッとついたって散々からかわれて、でその後ノリでお前がその告白して鴨川で告白したんですよ、はい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 、鴨川沿いのベンチで告白してくれたんですけども、そのベンチを今から見に行こうぜ、あ聖地巡礼だ。タクシーに乗って鴨川まで行って、はい、その一時机のそのベンチにのところまで来ますと、まあ、僕とその女の子が座ってた全く同じ場所にカップルが座って、はい、あらあら、で静かに肩に手を乗って、はいはい、中口よく見ておきなさいよく見ておきなさい。もうあの場所は洗浄されてるだから、まあ、失恋、これが一番大きな失恋の話だったんですけども、うん、まあ、6年の間に結構何回数失恋しましていや、いいことじゃないですか。まあ、うん、まあ、京都市内にいっぱい中口遭難の地の石碑が立っております。マーキングされてんだ。あ、そうですね、うん、やっぱり好きになった女の子を喫茶店に連れていく癖がありますいいことですよね。河原町中の喫茶店がちょっと近寄りがたいだん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 お気に入りになった場所が、切ない思い出がどんどん増えて、ね、行きにくい場所になっていく。六葉社もそれこそもう行けないなるほど、そこを分かってないから小西君はさっき言いましたけど、ね、あの辺り連れて行きやすいところは同時に辛い場所にもなりやすい場所だった、なるほどね。そうなんですね。なるほどね。じゃあまあまあちょっとこういい感じの喫茶店を見つけ次第ちょっと順次教えて、確かに新しく行ける場所が、ね、喫茶店デート候補が尽きないようにしておかないとストックを増やしておかないとね、そんなことより成就を願うのが先だろうって話があるんだけどまず成功を願わないと告白成功がね大前提ですけど、いやもういいですね。まあこう悲しい思い出にしろ嬉しい思い出にしろ、こう思い出の場所が増えるっていうことは、まあ別に悪いことじゃない、うん、まあ、そうそうです、その通りですよ、うん、まあ嬉しい思い出が増えてほしくはあるけども、うん、まあそんな感じでお便りいただきましてありがとうございます。お便り以上でございます。はい、さてさてありがとうございました。いただきましたけども、さあというわけでですね、はい、中口さんを迎えていろいろ質問だったり、はい、たっぷり言ったりやっております、楽曲聴いたりしていきましたけれども、うん、本当にね、中口寛太さんには申し訳ないんですが、はい、ちょっと番組恒例のちょっとあの差し込みコーナーがございましてやります、どうします、
はしょ、はしょります。どうする、出てきていただく。まあでも時間を押してるし、逆にやりましょうか。逆にやる、逆にやりましょうか。まあでもね、それこそ一応多分ね、多分その一応音楽系のコーナーではあるんですよ。あ、そうね。だから中口くんにこそやってほしい。なるほど、ちょっと一緒に解いてほしい。そう、というわけで差し込みコーナーお願いします。いや逆、どんなことも逆が大好き、ジャックマン博士だよ。カンタ中口氏はわしと会うのは初めましてじゃんの。少しだけ紹介事故します。紹介事故、ジャックマン博士の場合、カップラーメンは食べ終わった後に3分待ちます。さて今夜は3人に逆クイズを出すじゃよ、はい、逆クイズ。今日も渡辺が歌う J-POP の音声を逆再生させます、はい、何の曲が逆再生されているでしょうか。スタートじゃ逆再生。結構むずい。の匂いよ、ほらぬかやが、あたもめろ、あんぼろけねてつしか、あこぬくすす、おめだむすり、あにまにうすたうれるは、ほらぬかやが、あきょぬすり、ふくらえてしゃるさてます。ディアユムストネエナラドゥ。もう終わった急に終わった。長いな今回結構。しかもあんまりなんかサビっぽい場所がなかったね。いやそうね、これむずいけど、まあ、終わりがすごい特徴的だったね。そうね、だ最初のイーアーウーみたいな、うん、いうところがめちゃくちゃ長かったから逆再生なんで、まあ言ったらサビ的な場所がスタートと考えると、サビ終わりがすごい特徴的な伸ばしで終わる、そうよね、意図っぽかったですね。いやなんだろうな、そこが一番のヒントな気がするしな。なんかこの逆再生クイズ今のところ結構勝率半々ぐらいなんですよ。いやそうなのよ、ちょっと当てたいなぁ。2回に1回ぐらいは結構当たってるんですよ。最後になんかあーとかウィーとか言う曲あるかな。なんかそれだけでもう全然浮かばへん。あんなに結構歌ってたやんか。はい、結構長かったですよ、ね、尺も。なんかこうなんとなく、まあバッチリは当てれなくてもこうあの辺かなとかはありますか。そうね、いやなんだろう、いや多分中口くんが来る回やしみたいなのはちょっとなんか絡めてきそうな気はするんですよ、メタ読みでね。そうそう、匠さんに対して。だから多分そのそこちょっとフォーク寄りのものだったりとか、はい、こう京都のバンドだったりとか、はいはいはい、うーんから選んできたりしてるんじゃないかな。ちょもう一回聞いてみますか。もう一回聞いてみますか。うーん、の匂いよ、ほらぬかやが、あたもめろ、あんぼろけねてつしか、あこぬくすす、おめだむすり、あにまにうすたうれるは、ほらぬかやが、
アクションですに、ウクラエティシャールスタテマス、エディアユムストネエナラドゥ。いや、なんだこれ。いや、思ってたより長いんだよな、この歌ってる部分が。で、聞き直して思ったけど、メロディーはそこまで変化ないね。そうね、割とずっと同じような。うん、いや、なんだろうな。で、逆やから、みたいな。なんだろうな。いや、なんかこう特徴がはっきりしてる分。あっ、え、あれ、分かったかもしれない。え、すごっ。あっ、あ、でも、いや、曲名までは分からないけど、うんうんうん、ジャンル絞るとしたら、うん、メタ読みでいくと、うん、あ、逆マン博士からコメント来てる。中口氏の予想はどうじゃ。中口氏の予想はどうじゃと逆マン博士からコメントが来てます。チャット欄で。一旦山口くんのその予想出かけてたやつ聞き切りたい。卒業ソングじゃない。あ、なるほどね。どの曲かは分からないけど、メタ読み的には卒業ソング。あー、確かに。メロディー的にはまあスローな曲も多そうな。え、中口くんの今予想どんな感じですか？僕の全然あの卒業の曲とか関係なくでもいいですよ。僕はギブでございますね。そう、普通の人はね、逆再生の人の、あの元の音源でもなく人が歌ってる。確かに鼻歌の逆再生聞かされて、元のトラックだったら分かったかもしれない。あ、確かにね、ることなんてないの。いや、でも僕山口くんの聞いて思った、あの旅立ちの日にじゃないこれ。最初の「いう」っていうの長かったじゃない、はいはい、それって多分「旅立ちの日」の最後の「この広い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 を空に」っていう「いい」から始まってなかった。あー、確かにね。卒業ソング路線な気がするな。最後のあの「間延びする長い」おお、はい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 、空にっていう、あとそのヘロヘロイみたいな、はいはいはい、的なのが固まって何個かあった気がする。確かに確かに、この広い連呼じゃないかっていう。だから言うたらその繰り返し的なパートも多かったしね。そうそうそう、うん、だから多分今別れの時みたいなのか、たくみさんのことやから一人で今今別れの時々とかを全部一人でやってる。ありえるありえる、全然ありえる可能性もあるし。いや、これ当たってんじゃないかな。これは中口くんが京都も離れるし、シーズン的にもみたいなのもあって、いや、これ絶対旅立ちの日にだと思います。これちょっと卒業系の曲他何があるかな。絶対旅立ちの日にやって、これもう他の探す遊びもなく旅立ちの日にやって、これ、いいから始まってたやん。森山直太朗の桜独唱でいきます。絶対ちゃうやん。ハコールみたいなとこなかったやん。これで行かせていただきます。ハコールは逆再生でもフォーロみたいなフォーってなるから。絶対、あ、でも逆やから、こもらせた桜合唱かもしれない。大勢で
合唱かもしれん。合唱版の桜やってるかもしれない、もしかしたら逆やから。あの逆に夏の終わりやってるかもしれない確かにね桜の逆でね、まああれも夏の終わりのいいがあるから逆再生でもいいから来るからね、うん、そこの可能性もあるしね。森山直太郎は当たってるんちゃうかな、うん、夏の終わりか旅立ちの日に。旅立ちの日にやと思うけどなじゃあちょっと回答出揃いました。旅立ちの日に、うん、桜読書を、ギブギブアップで回答お願いします。はい、正解はくだらぬえとつぶやいて冷めた面して歩くエレファントガシマシの今宵の月のようにあぐわついいい最後絶対騎士が出たし向きとし戦略したんだぞ捨てて寝転んだ、ね、また役が生まれるその日まで輝くだろう役今宵の月のようになるほどね。誰が分かったよ。夕暮れすぎて。悔しいこれ。小西と山口の歌種だったのにな。小西と山口の歌種、ディレクターの渡辺です。おうおう、番組ではリスナーからのサポートを募集しています。そうなん。番組ブログとして更新しているノートの、うん、気に入ったらサポートから金額を設定いただけます。ふふふ、そうやサポートいただいた方へは番組ステッカーをプレゼント。僕の家であまり散らかしている履歴書用封筒に入れてお送りします。嬉しいね。詳しくは番組ブログのノートをチェックしてミディアムレアに焼いてください。エッチでっかいコッペパン隣にいてほしいな。俺一人で売れる気ないから。でっかいコッペパンかわいい。ちょっと放送終わって居酒屋でも行くよ。持ってあげたくない。京都来いよ。今日なら抱かれてもいいわ。でっかいコッペパン割と脱いだらマッチョやん。そんな夜を過ごしましたけど、ね、そうでしたね。でっかいコッペパン小西くんは敏感ですから。まあそうですね。小西と山口の歌たね。はい、というわけでやっております。中口くんを変なコーナーに巻き込んだところで、はい、そろそろ番組もね、終盤に差し掛かってその通りでございます。おりますということで、実はですね今回、まあ企画として中口のバーイということで、うん、やってるわけですけども、はい、中口くん今回ギターを持ってきてくれております。ありがとうございます。ということは中口くんのハギターが見える歯じゃなくていい。うーん、嬉しいのよね。手が良かったな手が良かったわ。しかし今回はラジオということでハギターだとポッドキャストの人が何のこっちゃ分からへんと確かにいうのもあり、仕方なく泣く泣く弾き語りをしている。ああ、よかった。という形で落ち着きまして、まともな人たちの集まりでよかった仕方なくハギターは湯気に来ていただいた際に違いますよ、間違ったお客さんが来るかもしれませんが、まずハギター狙いで来ないか人はね、うん、ハギターが見たいよという方はやっぱ16日に、ね、古典の方にねやるライブの時に、ハギターというあの旅押しをしていただければ盛り上がり具合によってはお酒の入り具合によってはマジのハギターが見れるかもしれない。マジハギターがね、はい、大丈夫かしら。わけでね、せっかく来ていただいた中口君、はい、ちょっとお願いしていいかしらと言ったらいいよと快諾していただきました。ありがとうございます。ちょっとねこの番組でも初の試みじゃないですか、うん、ね、そうですね、歌っていただくということ。そうですよ、早速ね中口君に1曲、はい、弾いていただきましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあ準備の方お願いします。ちょっとね私たちはこうスペースを取るためにちょっとね移動させていただきます。はいはい、いやこんなにありがたいことはないですよ。そうですよ。かぐちくんとね。はははは。
音台なさげで音が乗ってますでしょうかね。じゃあ今回の番組のサブタイトルにもさせていただいている曲をやろうかと思います。エレカシも出てくる曲でございますね。この街で鬱屈している全ての和コードに捧げる曲でございます。中口氏の場合という曲を一曲。出かけて国は遅すぎる。午後3時を回れば動けない。せっかく遊ぶ気になったのに僕はいろいろ忘れてしまったよ。見たいテレビとか特にない。慰めるのがすでに飽きている。金を集めてもたまらない。僕はちょっとやさぐれちまったよ。なんかちょっとやさぐれちまったよ。散歩日和のすがやかな土手だとか、いつもの夜道でエレカシ聞くだとか、黄昏あれば尽きないはずだったのに、僕はいろいろ忘れてしまったよ。今週もまた立ち寄れんかったな。毎日前を通るだけのコーヒーや、いつかのこと二人来れたらなんて、柄にもないことを思ってしまったよ。近所がセンチメンタル通りだとか、はしゃぎそびれた文化祭のノリだとか、それはあの時あの夏の自習室で気づいた気だるさと同じだったよ。今日朝からずいぶんいい天気だ。エレカシ日和の青空なんだろうや。もちろん家から出ることもしないさ。僕はいろいろ忘れてしまったよ。なんかいろいろ忘れてしまったよ。僕はいろいろ忘れてしまったよ。大きにありがとうございました。中口氏の場合という曲でした。ありがとうございます。お粗末様でございました。いや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 、ありがとうございます。いや、ありがとうございました。なんかちょっとテンション上がりますね。恐縮でございました。生で聞けると、いやありがとうございました。ほんまに、いや機材トラブルなども最初ありましたが、はい、来ていただいて本当に良かったなと思っております。いやまあこんなねラジオで聞いて
素敵じゃないかとなった方、さらに中口くんの曲生で聴きたいぜとなった方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。ぜひ、13日からね始まります中口監督の個展中口氏の仕業、がね、17日までやっているんですが、16日土曜日ですねに、会場にて弾き語りライブがありますので、そちらの方でね、うん、ぜひ生で聴いていただけたらなと思います。これあれよね、はい、前出してた CD の時から歌詞とかちょっと変えたりとかそうしているよね。コード進行なんかも変えて、こっちバージョンが新しいアルバムに実は収録されるということで、グレードアップしてモリモリになったよ。いやいいですね、素晴らしい。あ、ちょっと変わってるってなりながらね、テンション上がってました。そうですよ、この曲、ね、そういえば小西さんが MBS の、深夜ラジオで一日パーソナリティされてた時にかけていただいたんですよね。そうなんですよ、なんか10曲ほど曲を選んで、っていうのでもうめちゃくちゃ僕の趣味で選んだ10曲に中口くんのやつを流させてもらって、そうそう、それでね中口くんこの曲をちょうどだから前の CD に入れてた時のバージョンの音源をね流させてもらってたんですけど、いやちょっと新しいバージョンもねこうどんな感じでアルバムに収まってるのかも楽しみですね。また新しいアルバムの方はいつ頃に出るのかとか、ちょっとまだ、まあ、整理制作中っていう感じですかね。そうですね、この4月に出る予定だったんですけれど、だったんですがまあ安定の遅れで、そういうもんですそうですよ、制作中のはより良いものを作ってるってことじゃあ完成しないまま終わる可能性もあるんじゃないかみたいなキワキワのところな気もするけど、まあ、でもほとんど実は撮り終えてはいて、あ、なるほど、 95% ぐらいは録音は終わったので、まあ、完成はするだろうと。なるほど、うん、マスタリングやらなんやら、まあ、6月ぐらいには世に出てくれればいいかなという余裕を持って目算でございますが、気長にね、待って、これがびっくりするぐらい売れたらもう仕事なんかやめて京都でそうだよ、ライブをして暮らすみたいな生活がね、全然ありえますから、もう補助されるかもしれませんのでね、うん、ぜひぜひ皆さん、あの中口くんのツイッターなどの方もね、はい、あのフォローしてそちらの情報とかの更新などを楽しみにしていただけたらなと思います、はい、湯気の方のね展示も、まあ、あの彼今回、まあ、音楽の話とかいっぱいしましたけども、うん、あの漫画のね、原画を展示していただいたりとか、他にもそれこそその憧れのね台風クラブ あのシングルジャケットを担当したりとかしていて、 ね、そちらのアートワークとかそういった他の、版画での活動みたいなものも見れるようにちょっと彼の活動をね、一挙に振り返るようなそんな感じの展示になる予定でございます、はい、ぜひぜひお越しください。はい、はい、湯気からは以上でございます、はい、さあそして、この番組からのちょっとお知らせもね最後にちょろっとさせていただきます。うたたねはですねノートというサイトで番組ブログをやっております、はい、そこからサポートとろういろいろできるようになっておりますのでぜひチェックをよろしくお願いいたします。そして、番組の一部を抜粋した切り抜き動画などを TikTok などに上げておりまして、うん、通販サイトすずりでは中口くんに、ね、そうなんです、書いていただいたね、書いていただいた、うん、イラストをこしらえた番組グッズも売っております。ぜひそちらもですねもう我々3人を応援するような気持ちでそれこそね、あの時書いてくれた、僕らのラジオ放送してる様子をね、こう漫画形式でこう書いてくれてる T シャツなんですけど、あの場所も今もうないっていう話をしたばっかりですからね。なんかそれも思うと言ったらね、こう、ね、本当に記録としてこう ね、もう作品として残していただいてるってことですから、ガラス張りのね、コンクリートンネルの中、そうですよ、湯気のマークの看板がね、通りに突き出てるあの風景を中口くんに書いて、うん、書き残してもらえたっていうのが、あ、なんか本当にいいきっかけがあったもんだなっていうのね、思いますね。素晴らしいクオリティの高さで仕上がっておりますんで、ぜひぜひ皆さんそちらもぜひよろしくお願いいたします、うん、そしてこのいろいろやっております情報は番組ウェブサイトからリンクで飛べますので、ぜひチェックをよろしくお願いいたします。お願いします。そして今日の配信は来週の金曜日に Apple と Spotify のポッドキャストにて配信予定でございます、うん、アフタートークがね
ついて配信されますので、ぜひアフタートークもつけて、お聞きいただければと思います。そして次回の YouTube の配信は約2週間後の3月22日か29日あたりを、まあ29とかかな、予定しております。、はい、3月後半、番組のホットな情報は X、うん、過去もっと Twitter から発信しておりますので、はい、ID うたたねアンダーバーポッドキャストでご確認をよろしくお願いいたします。はい、というわけで今夜も小西と山口のうたたねはカーリン、セットフリー、花柄ランタン、浅田匠、イプクコーヒー、台風クラブ、ヨーロッパ企画、南極ゴジラ、都築エイミ、映画アイアムジャム、ピザの惑星危機一発、そして中口カンタさんの協力でお送りいたしました。はい、いやというわけでエンディングでございます、はい。まあ、今日はねもうゆっくり、ゆるゆるとやらせていただきましたが、いやゲスト会にしては中口くんの登場までが長すぎるという苦情は一切お断りするということで、今回はね、ゆっくり気長に待っていただきましたが、最後に弾き語りまでやっていただき本当にありがとうございました。ありがとうございました、ね、お呼びいただいて。いやまあ、もちろんねこの後もあの湯気の方では展示やら、うん、ライブの方でもねお世話になるので、そちらもこうご期待という感じでね、楽しみですね。明日の搬入頑張りましょう。そうですね、もう直近ですから。本当にね、いやでも楽しみですね。またちょっとライブとかでね、またその和歌山行ってもちょこちょここう京都に活動しに来る予定とかもねあるというからね、まあこれで完全にそれこそ次帰ってくるまでおさらばってわけではないのだけれども、やっぱりちょっとみんなで呼び戻そうぜという気持ちは僕はありますよね。まあ、それこそ仕事が順調に進めば何よりなんですけどね。こんな感じで引き続き、まあ、中口寛太うたたねよろしくお願いします。そんな感じです。何か言い残すことはありますか。私は満足でございます。よかった。また来ていただきましょう。それでは皆さん、おやすみなさい。